牛久保城。牛久保城は、三河国法藩軍、牛久保、はじめ牛久保、後に、牛久保に改称、愛知県豊川市、牛久保町にあった、日本の城、平城。三河国危機垣、三河国二葉松によると、牧野では守る補正の築城。天正十八年、1590年に、牧野安成は、徳川家康の関東違法に従って、 上野国瀬田軍王後、群馬県前橋市河原の浜町に二万国を領して移動した。牛久保城は、吉田城、愛知県豊橋市今橋町に入った、豊臣家臣、池田照正の市城となり、重臣の荒尾重久、平左衛門が城主となった。慶長五年、1600年の関ヶ原の戦いの後は、牛久保周辺は天領となり、 城郭の一部が大管所になるなどして機能していたが、元禄十三年、千七百年に廃城となった。牛久保城はかつて、豊川の古い橋団球を利用した二重の水堀を備えた平城であったが、その城域が現在は JR 飯田線、牛久保駅や住宅地となってしまったために、その移行が全く滅出している。ただし、城周辺には城、城城下、 大手などの小技が残り、王子を忍ばせる。過去の発掘の結果、堀の意向は確認されている。牛久保宗は、上司牧野氏を頭目とする、仏集団であり、牧野氏直進団とこれに合力する宿利機器宗、牛久保六期、地侍衆より構成されていたと考えられる。牛久保宗の用語は、牛久保紀のほか、家田,田日記にも見られ、牧野氏軍団を指す。 一般的用語である。牧の山城守る、野生丹波守る、岩瀬泉、銅鹿竹、牧小品守る、牧全米、稲垣平衛門城、山本大東。牧の平三郎、平四郎、平七郎、右近、平左衛門、伝表衛、一左衛門、矢次兵衛、助兵衛。牛久保城小津には、大きな侍屋敷しか記載がないが、上記宿り聞き。 重心の各種の諸家と思われる姓、名以外にも以下の各種を見ることができる。彼らが牛久保在城記の牧野氏においてどのような地位にあったかは文献上で今のところ検証できないが牛久保州の主要部を構成していたものと推察される。赤氏、秋山、安藤、石黒、伊藤、大林、金子、神谷、堺、酒木原、須山、関。 岳子、竹内、逃げ、宮橋、渡辺、渡辺。牛久保城小津には数種類のものがあり、外堀を描いているものといないものがある。代表的なものとしては、豊川市の後期安蔵のものが知られている。同小津の成立源は不明であり、後世に書き写されたり、保筆されたものが現在に捨てり、相互の比較検討など注意が必要である。 内堀の内側に、牧氏、岩瀬氏、榊原氏の屋敷が見られ、牧野氏との関係が深いことを伺わせる。ただし、榊原氏は、牛久簿記によれば、当主の榊原氏部右衛門が、上主牧野家に背き、農州、美野国に退散し、残された子息も自害したとあり、絶景したものと考えられる。特に内堀の内側に、牧又次郎、 A612 年没の屋敷が見られ、堀貝野野瀬氏の屋敷の隣には、巻全米の屋敷がある一方で、牧子越中守るの屋敷は見られないなどの特徴がある。また、坂木原氏の屋敷も見られることから、後世の書き足しがあると推定されるので厳密には特定できないが、A64 年から12年頃を表した小図と考えられる。牛久保城は、 直接的な白攻めを受けた記録は少ない。英章三年、1506年の今川宇治地下、京六二年、1529年、天文元年、1532年の松平、清康の吉田城、城主牧の田城攻めの際にも、牛久保城内市久保城は直接攻撃を免れている。代表的な牛久保城合戦に A64 年、1561年4月の、 徳川家康、当時は松平元康の奇襲攻撃がある。桶狭間の戦い後、今川氏の漆黒を離れた家康は、織田信長と秘密裏に和睦を進め、三河全土の領国化を起とした。当時今川氏の勢力下にあった東三河地方の併合を実現するために、設楽市、菅沼市、豪市等の国人を調略して中流今川軍の 拠点の一つであった牛久保城攻略を図った。牛久保城主、牧野重貞は、今川義元の指示により西三河の西尾城を、工事三年、1557年によりこの時まで、財番守備しており、居城の牛久保城は、宿老、稲垣重宗、平衛門城及び、牧師に留守を任せてい、牛久保州の主力は、聖忠氏及び稲垣長重、 創助の率いる西尾城の財番部隊と設楽軍の野田城の番詰部隊に分割されており、本拠地、牛窪城の守備は手薄であった。家康は、牛窪州の稲垣林四郎、牧野矢地右平衛、牧野平左衛門城府死等有力家臣をも、調略の上、永禄四年四月十一日夜に、牛窪城へ、奇襲攻撃、野襲をかけた。 零六四年四月十一日牛久保城の戦い。留守居の稲垣重宗はちょうど治療の牛久保良家者、豊橋しかも町に帰っており、城は、牧兵庫女一族、牧子氏仲守るただしやすらご少数の、番手しかいなかったため落城の危機に陥ったが、牧師の奮戦により持ちこたえ、やがて鴨で、 松平方内通勢力の獣医を抜け出した稲垣重宗がはせ戻り城内風呂構えで自ら立ち打ちするなどして翌十二日を迎えた。結局、家康の野衆は失敗に終わった。ことは、駿府の今川氏真に知れ、以後、牧野では守る、朝日奈木守ら、今川軍の猛反撃が始まることになる。また、この戦いの発生まで今川氏側は、 徳川家康イコール松平元康の自立の動きを認識しておらず、今川氏から見れば、松平クランド、徳川家康の反逆、松平氏、徳川氏から見れば、今川氏からの自立がここから始まったと言える。この牛久保城の攻防戦で、牧子しな守が、獅子粉陣の働きをして討ち死にした。この時の困難な戦いを、氏真は高く評価し、 感情を、牧氏の意志に目当てに直接授けた。この事実を、牧氏は、牧文書として伝えている。上州、牧の重定も西尾城を野院に紛れて脱出し、牛久保城に無事に帰還した。また、同時期、野田城でも城内に、松平方内通が発覚し、番詰めの牛久保州は、牛久保城に帰城し、退却してきた中流今川軍も、牛久保城に入った。 以後、今川氏真は、牛久保、吉田領城を反撃の拠点とした。このため、A6 年間、牛久保城は、家康の主要な攻撃目標となるが、周辺に設置された今川片諸取りでも、相まって野戦が展開され、A66 年3月牛久保城の戦い、等、A69 年、1566年5月の正式会場まで落城することはなかった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。